ベレン・サートは、トルコ共和国の女優。2008年放映のトルコ共和国のテレビドラマ、禁じられた恋のヒロインとして有名であり、このテレビシリーズは、国際的に放送されている。また、ネットフリックスの2019年のテレビドラマ、アティエで主役を務めた。トルコ共和国の首都であるアンカラにて生まれた。サーとは、トルコ教育協会アンカラコレジ高校を卒業後、 アンカラにある私立は主権と大学で経営管理を学んだ。さああとは大学在学中よりテレビ局の人気オーディション番組のコンテストに参加した。その後、いくつかのテレビコマーシャルに出演。やがてトルコのテレビシリーズ、アスコ・ムズ・ダリットル・エムバーにおいて女優デビューを果たした。さああとは国際的に著名な人気テレビドラマ、 禁じられた恋における演技で2009年度、2010年度と2年連続でトルコ緊張賞を受賞した。テレビドラマ、禁じられた恋は、ギリシャ、スロベニア、ブルガリア、モンテネグロ、セルビア、クロアチア、ルーマニア、スロバキア、イラン、アラブ首長国連邦、レバノン、中国、モロッコをはじめとしたマグリブ世界などで放送されている。 2012年公開のバフマン・ゴバディ監督の映画、サイの季節に出演した。2019年からトルコで放映されているテレビドラマ、アティエで主人公役を務めた。さあ、あとはトルコ語と英語の他にスペイン語が堪能である。ありがとうございます。